はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクでご依頼者リカさんからストレンジャーシングスのシーズン1、はい、こちらを1、2、3箱ですね、合計3つになります。で1日 1PB ということで、1箱ずつ、はい、開けていきます。はい、よろしくお願いします。動画を3つに分けて、1日1動画ずつ、アップするという形式ですね。開封は今行います。公開設定っていうのができますんで、はい、そちらで設定しておきます。はい、じゃあ24パック開けていきます。全部開けてからですね。上の人だ1階はね、今もう入れないように鍵しちゃってますんで、あと半分、さあどうでしょうね。前回は3位スケッチ3位でしたっけ。でレギュラーカードは寄付で、ヒット系とシリアルカードをお渡しということでね、3箱とも、はい、よいしょ。はい、じゃあ行きます。人は表向いてるんですよね、確かね。だから気をつけながら、はい、チェックします。気をつけながらって言ってもね、なかなかパッと見ちゃうと難しいところ。うん、よいしょ。シリアルもこれ201ぐらいですか、1だと。まあ2の約、まあ、1.5 倍ぐらいはあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。オッズ見てても、あ、プレートだ。これオートだと全員抽選ですよ。向こう向いてますね。まあいいか、このままいきましょうか。はい、せーの。うん、わかんないぞ、とりあえず。せーの。あ、はい、紙のレギュラーの横型の101ですね。まあこういうあのカードの印刷をする原版で、ちゃんとイレブンちゃんとね、あのおかっぱくんが写ってるんじゃないですか。これレギュラーカード50番のイエロープリンティングプレート。プレートは各4原色の1枚ずつですね、4パターン、はい、あります。そのイエローの原版ですね。これ50番のレギュラーか。プレート珍しいですね。出てたかな、レギュラー。あ、違うね。
あ、これだ。はい、じゃあこれも一緒にね、入れておきます。はい、これの黄色を印刷する原版ということで、黄色のところがね濃いじゃないですかね。はい、プレート来ました。はい、であと半分、サインかスケッチカードどちらかは多分出るとは思いますので、ちゃんと、まあ、シリアルカード扱いだと思うんですけどね。ああ、18年かこれ。あ、サインだ。あったあったあった。はい、はみ出てます。せーの。あ、これまあまあなんじゃないですか。あ、この人とは違うんだ。はい、カレン・ウィーラーさん。はい、ブオーノさんから、ブオーノさん、ウィーラー君のお母さんですかね。はい、それとプレートですね。プレートはワッペン系と同じモーアンヒット扱いなのかな。ワッペンかね、コスチューム、だいたいどっちかが出るんですけどね。ないね。ということはプレートはそっちのモーアンヒットの扱いになるんですね。サインなしに関してはね、シリアルの扱いじゃないんだ。ねって感じです。まあね、ワンワンですから、イレブン映ってるプレートですからね。はい、ということで初日はサインカード、カレン・ウィーラーさん、それとね、こちらのワンオーバーですね、プレートの原版ワンオーバーで、そのレギュラーカードを後ろに入れときます。はい、こういう感じでした。はい、ありがとうございます。